キリンラジオ劇場スペースロマン、レモンライムの香りキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン、綾秀雄原作、頑張れ僕らのヒットエンドラン、脚色秋元康、出演古谷徹、立田直樹、藤田康雄、三橋陽一、黒須薫、田中信夫、以上の皆さんです。山中に21対0でコールド負けをした稲葉中はさらに連敗記録を更新し、職員会議で野球部の連敗が議題に上がるという危機に陥った。どうぞ。失礼します。先生お呼びですか？うん。遠藤、お前野球楽しいか？はい。こんな連敗続きのダメチームですか？はい。まあスポーツはやって汗を流すことに意義があるんだからな。いえ、野球はスポーツであると同時に勝負です。いくらやって汗を流しても勝たなければ何の意義もないと思います。うん。野球というのは素晴らしいスポーツだ。スポーツとしての魅力と勝負事としての魅力が実にいい割合で含まれている。このバランスが難しいんだ。はい。残念ながら今の稲葉中野球部にはそんなバランスがありません。単なる余暇を楽しむレクリエーションに過ぎないんです。勝負としての迫力がないんです。遠藤、いいか、よく聞け。所詮中学生野球だ。だからこそ理屈で割り切れない何かが欲しいんだ。わかるかな？はい。俺は別にお前にそれを望んでいるんじゃない。これはあくまで結果論だ。この稲葉中の野球部が強くなったとき、それはきっと理屈ではない。パワーが爆発した時だろう。先生、遠藤、お前も噂では聞いていると思うが、実は今日の職員会議で野球部の試合自体が正式に決まった。同時にサッカー部の決勝進出が決まったので、全校を挙げてサッカー部への応援体制を取る。つまりグラウンドはサッカー部が優先的に使用することに決まった。遠藤、この悔しさよく覚えとけよ。先生にまで見放されてしまった。ラン。あ、龍か。実はな。ラン、これ野球部やめる。
ちょっと待ってくれよ、リュウ。対外試合は禁止になったって、野球部の活動が禁止になったわけじゃないんだぜ。対外試合は禁止になったって、何かいい方法があるよ。うん、もういいんだな。親父がもう転校の手続きをしてきたんだ。そうか、リュウはずっと甲子園を目指していたんだったね。稲葉中じゃ見通し暗いからな。野球の強い学校に行くよ。あ、お前を見放すようで辛いけどな。うん、リュウなら甲子園に行けるさ。頑張れよ。みんなによろしく言っといてくれよ。リュウ、稲葉中の野球部はなくなるんだ。僕たちの分まで頑張ってくれよ。なあ、俺リュウ、分かってるよ。なあ、やっぱり力いっぱい野球したいな。ヒット、エンド、ラン。レモンライムの青い風、竹内まりやが歌うキリンレモンの歌。秀夫原作、頑張れ僕らのヒットエンドランの放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場スペースロマンの係までハガキでお申し込みください。レモンライムの香り、キリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。